皆さんもこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はスタバの新商品チェリー&チョコレートチップフラペチーノを買ってきました。それでは早速いただきます。この底にチェリーの濃ゆいソースがたっぷり沈んでて、チョコチップと一緒に口の中に入ってきて甘酸っぱくて美味しいです。上にかかってるのはココアパウダーなんですけど、チョコレートソースをトッピングしても美味しそうです。この前フラペチーノに乗ってたチョコレートケーキを乗せたらなかなか最強になりそうだ。アメリカンチェリーの皮が残ってる感じがします。これが甘酸っぱさの秘訣なんですかね。美味しいな。その時、おさちーは何かに気づいた。はっ、そうだ、このソースも混ぜて飲もう。うん、混ぜるとさらにいい感じ。前飲んだアメリカンチェリーパイよりこっちの方が美味しいです。ぜひ皆さんもスタバのチェリー&チョコレートチップフラペチーノ飲んでみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。